せに効くマッサージを今日はご紹介していきます。以前ですね、膝下マッサージを紹介したんですけれども、今回は膝より上の太もも全体を筋肉にしっかりと効かせていくマッサージ方法をお伝えしていきますね。太もも痩せたい方が多いと思うんですが、意外とね、トレーニングとかストレッチをする以前に手のひらでしっかりとほぐしてあげる習慣をつけるだけでも太もものラインにすごく変化が出る場合もありますので、ぜひね、この動画を見て一緒に1日と言わずに1週間、1ヶ月、まずは継続して続けて変化を見てみてください。それでは早速始めましょう。はい、では早速始めていきましょう。皆さんお家にあるボディクリームだったりオイルっていうものをまずはたっぷりと手につけていただいて、太もも全体に塗っていきましょう。膝頭から足の付け根、そしてお尻の方までね、クリーム塗ることによって皮膚への摩擦、ダメージっていうのも少なくしていきますので、まずはしっかりと潤わせていきます。さあ、それでは1つ目のマッサージです。1つ目は太ももの外側の筋肉をほぐしていきますので、手首近くのこの手のひらの硬い部分で膝小僧のすぐ外側から筋肉を押して回していくっていうのを付け根に向かって繰り返していきます。それでは早速30秒間始めましょう。よーい、スタート。反対側の手で内ももをサポートしてあげて、軽く押しながら回していきます。そして手をゆっくりと滑らせるように付け根の方に向かってほぐしていく。普段ね、ヒールを履いていたりとか、あとは反り腰で前ももを使っている方なんかは結構気持ちのいいマッサージになってます。残り5秒です。たっぷりとほぐしていきましょう。はい、では今度はですね、反対の内側も同じようにマッサージをしていきます。今度は反対の手、内もも側の手で同じように内側をグッと押してほぐす、グッと押してほぐすを繰り返していきます。よーい、スタートです。ふう、今度はこれ内転筋というマッサージ、内転筋という筋肉をマッサージしていってます。内ももの筋肉普段使えてなかったりね、反対に座りっぱなしで固まってる方結構痛いかもしれません。もう少しほぐしたいなっていう方は指の腹でうーっと指を差し込んで揉んでいくっていうのをやっていただいてもいいんですが、結構痛いです。はい、終了です。では今度太ももの裏側をマッサージしていきます。でね、指の腹を自分の膝の裏側の中央あたりにグッと差し込むと、指がグッと入るの分かりますかね。グッと差し込んだ状態で手を上下に揺らすっていうのを足の付け根、お尻の方に向かって行っていきます。実はもも裏の筋肉ってね、1枚じゃなくて2つあるんですね。その間が癒着しているのを自分の手でほぐしていってあげるようにイメージをしてみましょう。それでは痛い方もいるかもしれません。よーい、指間にグッと差し込んで揺らす、差し込んだまま揺らす、だんだん根元の方に動かしていってみてください。痛い方いますかね。大丈夫かな。残り10秒です。もう一往復してもらってもいいですね。はい、では動きを止めて、最後太もも全体をまた膝から足の付け根に向かって優しく撫でていきましょう。今日はすべてね30秒でやってるんですが、お家にいるときはぜひぜひね、片足5分くらいとかね、長かったら10分とかたっぷりと全体やってみてください。それでは反対側も同じ動きから入っていきます。反対側、まずはクリームを全体広げるところからですね、滑りを良くして、結構太ももの筋肉大きくて普段たくさん使ってますからね、手でほぐしていくこととっても大事です。では1つ目、外側を手のひらで押してほぐす、始めましょう。フライングしちゃった。
は楽に寝かせてもらっても立たせた状態で反対の手でサポートしても自分の好きな状態でリラックスできる状態でやってみてください。慣れてきたらね、こう何往復もしてみたり、あとは少し前もも側に手を移動させたりとか、いろんなところをほぐしていきましょう。あと5秒です。はい、今度は内もも側を同じようにほぐしていきます。手首の部分だけでなく、指の腹でグッと挟むようにして揺らしたりとか、もしくは握り拳でゴシゴシと回すようにしていってもいいので、皆さん好きにアレンジしてみてください。それではいきます。私拳でいこうかな。少しね、圧をかけてほぐしていくというのがポイントです。タタタタ、指の腹、手のひら、拳でいうと拳が一番強度は上がりますので、痛すぎないように、筋肉をね傷つけないように、痛気持ちいいな、特に痛い部分を重点的にほぐすようにしていってみてください。はい、では最後は太ももの裏側を膝裏から指をぐっと差し込んで揺らす、差し込んで揺らすっていうのをやっていきます。いきますよ、よーい、スタート。このね、膝裏近くは結構筋肉が分かれてるのが分かったりもするんですけど、お尻の方に近づけば近づくほどやっぱ癒着が強くなる傾向にあるので、しっかりと自分の筋肉、体を触りながら確認していきましょう。あと10秒です。こんな感じで結構グッと入ります。はい、終了です。では最後は手のひらで包み込むように膝頭から根元の方に流していきます。はい、では今日の太ももマッサージは以上になります。お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。気持ちよくなかったですか？私は特にこの一番最初に行った外側のマッサージがすごく好きで、お風呂の中でもずっとやるようにしています。マッサージとかね、ストレッチとか他の動画でもご紹介した時に、これ1回で変わりますかとか、1週間やったけど変化がありませんっていうコメントよくあるんですが、もうね、この十何年間、20何年間、30何年間この体で生きてきたわけですから、1日3日で体は変わるはずはないんです。ただ手を施せば必ず変化は起こりますので、諦めずに毎日続けてみることが大切になってきます。ぜひぜひお風呂の中とかね、寝る前のほんの数分間とか隙間時間を見つけて、今日のマッサージも1ヶ月は最低続けてほしい。ぜひ毎日やってみてください。今日の動画で頑張るぞと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録、そして通知もオンにしておいてください。次の動画でも一緒に運動頑張りましょう。それではありがとうございます。